ルボデザインユアライフ。渡辺タスクと鷲尾遥がお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボデザインユアライフ。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェーディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は在日ファンクから浜野健太さんをお迎えします。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。なんでそう少し笑ってんですか。やばい、俺何回やっても照れくさいなと思って。これですよね、はい、申し訳ございませんね。ん、早速ですが、あのコーヒーご用意してますので、ぜひお菓子と一緒に召し上がってください。これがなきゃですよね。これがなきゃ、そうなんですよ。これはフィーカと言いまして、はい、まあ、スウェーデンではね、家族や友達と一緒にコーヒーとお菓子をたしなむという、非常に大事にしてるってことなんだね。ズズズっていうのはダメなんですね。まあ、あのズズズ、あのラジオ的に、早速飲んでいただいて、ほぼ無音でしたけどね。今ね、いや、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。浜健でございますけれども、はい、なんかこう趣味と呼べるようなものとか、最近はこれは楽しいって思えるのは何ですか。あの朝ごはん作りを、はい、朝ごはん作りが楽しい。はい、はい、そうですね。なんかこう結構そのなんだろう、育児参加じゃないですけど、そういうつもりじゃなくて、実はそういうつもりじゃなくて、はい、そういうつもりなのかと思ったんですけど、まあでも子育てはすごい参加したいっていうのはあるんですけど、うんうん、それでまあイクメンとか言われて、偉いね朝ごはん作っててって言われるんですけど、なんか楽しくなってきちゃって、そもそも最初なんか味噌汁だけ作り始めたんです。味噌汁、いろんな味噌汁、こんないろんなバリエーションがあるっていう味噌汁の本みたいな。おお、はい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 。味噌汁だけ作ったんですよ。なんか本当すごくて、キャベツを切った丸ごと入れるみたいなやつとか、レンコンのすったやつを入れると本当にトロトロになるとか、面白い。ごぼうとかね、はいはい、ささがきみたいな、そうそう、やったいっぱいやったやつを入れるとか、うんうん、じゃあまずそれを始めて、はい、今はどれぐらいやってるんですか。今全プロデュース、全プロデュース、プロデュース、ご飯があって、はい、まあお味噌汁があって、そうなんです、ね、おかずを作って、そうおかずを作って、だからそのバランスがやっと安定してきたんですけどでもそう、朝ごはんって一定してていいじゃないですか。なんか夜ごはんは結構バリエーションないといけないけど、まあまあ朝ごはん似たようなメニューでもね、昨日と同じとかでも、うん、いいというか、はいはい、だから毎回その役作り用でやってた卵焼きとかも毎日今作ってて、それで味噌汁とご飯とあとメインのおかずみたいなのやったら、もう本当すごい高いカロリーになりますよね。でも時間もちゃんと使ってやってるわけでしょ。そうなんですよね。そこがちょっと、まあ、改善されたいところなんですけど、多分それはあのお母さんがやったらチャ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 ってできるところを、お父さんがあの僕がこうね趣味みたいな感じでやっちゃうんで、1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。朝ごはん1時間結局ダラダラしてるんで。そのために早起きされる。そうですね、だから7時に起きないと8時のご飯には間に合わないんですよね。そうなんですよね。30分で作りたいんですけどね、常備菜とかつって、妻が作ってくれるんですけど、結局それもなんか付け添えになってメインのもの作ってたりするすそうか、本当ちょっとでいいんですよね。納豆とかちょっと足りないぐらいでいいんですよね。でもすごいこだわってらっしゃいますよねそうなんですよ。まあ、音楽あってお芝居あって朝ごはん作りあって忙しいっすね、うん、そうなんですよ本当ね。いや今日どうもありがとうございました。いやいや、いつもありがとうございます。とんでもない、ありがとうございました。ねえ、なんいや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 、だって楽しみにしてたからすごい、いや今回も来ていただいて嬉しかったわと思って今ちょっとしみじみしました。いや本当ですか、次ですからね。次のアルバム、次のアルバム、次のアルバムこれじゃもちろんいいですよね。これもいいけど、これは多分あの20年後ぐらいに評価されるやつだと思うね、うん、この転換期にあった
次のアルバムが多分第一感覚的にブレイク素晴らしいですけどね。さらに間口が広がってさらに間口が広がって、はい、もうどっからでも入れるみたいな。ここピーポーピーポーはいピーポーはいということでありがとうございましたボルボデザインユアライフ、今日は在日ファンクから浜野健太さんをお迎えしました。ありがとうございました。ボルボデザインユアライフ This program was brought to you by ボルボカージャパン。